こんにちは。TA インストゥルメントアプリケーション課の高野と申します。本日はたくさんの方お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。年代性測定の多種多様なアクセサリーという題目で、今回セミナーやらせていただきます。で、事前に通知させていただいたようにですね、応用編という位置づけでして、決して難しいことを言うつもりはないんですけども、レオメーターって何？粘土って何？というような、細かい話からやるというわけではございません。どうぞご了承ください。で、本日のアジェンダです。レオロジーとは、いろんな方お集まりいただいてますので、レオロジーってこうだよねっていうのを足並み揃えてから、お話し進めていこうかな、というふうに思っております。そして、新製品の紹介、少しだけ、させてください。そして、アクセサリーですね。音聴システムがメインになろうかと思いますが、いろいろとご紹介したく存じます。まず、レオロジーとは、というところです。ちょっとスライドを変わるの多分数秒ラグがあると思うんですが、はい。レオロジーっていうのは、皆さんご存知かと思うんですけども、物質の変形と流動に関するサイエンスです。つまり、応力と歪み、このぐらい力加えたらこんぐらい変形しちゃったなとかですね。粘土はこのぐらい、ドロドロだな、シャバシャバだな、断性率このぐらい、硬いな、柔らかいな、そういうことを議論する科学です。なので、言葉で言うと、非常に、なんて言うんでしょうね、そういうオノマトペが活躍するような、非常に、人間の感覚にも近い、そういう分野かな、というふうに思います。ごめんなさい。ちょっとスライドが。で、身近な物質のレオロジーです。で、レオロジーっていうのは、シャバシャバな液体からですね、カッチカチの固体まで、営業トーク的に言ってしまうと、水からガラス、水から、鉄まで測定してしまうよと。そういった分野です。カチカチとかですね、柔らかいとかですね、ドロドロしてるとか、そういったことをキーワードに、材料の物性、機械的な特性っていうのをフルカバーしてきますよ、という世界です。で、ここで材料いろいろな絵示してますけども、ポイントは見えてますかね。これドロッとチューブから出てるの、接着剤イメージしてください。で、接着剤、突出したときはドローっとしてますけども、時間とともにだんだん固まってきますよね。で、ここで、T、時間ですけども、粘性的なものが時間とともに固まっていくようですとか、あとこれ、レゴブロック、ABS 樹脂ですけども、これ、当然プラスチックなので温度かければ柔らかくなる。冷やせば硬くなりますよと。つまり材料の振る舞いっていうのは、ドロドロのものであれば力加えると流動してくれるとか柔らかくなってくれるとかですね。引火する応力、歪み、前段速度。それで応答が変わったり、また観察する時間、タイムスケールですね。例えばここで真ん中辺でですね、ゲル状のものをドローっと出してますけども、パッと見形状をとどめてます。しかしながらこれずっと観察するとダラーンと広がる、流動していくと。パッと見固体でも待ってると、液体なのかなという感じで、時間で振る舞い変わってくる。もしくは温度ですね。さっき言ったプラスチックみたいに加熱すると柔らかくなる。冷やせば固まる。いうように、材料の振る舞いというのは、観察するタイムスケール、温度、引火する変形、そういったもので変わりうるよ。これが、レオメーターでは、レオロジーでは、重要なポイントになってきます。で、高分子の粘弾性スペクトル概念、これもですね、皆様、教科書でおなじみかなと思います。で、下の図、教科書で必ず出てくるような絵ですが、右に行くほど高周波数、短時間、低音、というふうにお考えください。で、左に行くほど低周波数、長時間、高音ですね。で、低音側、高周波数側、より瞬間なところっていうのは、これガラス状、カチカチな領域があって、で、温度、
上げる、もしくは時間スケールを伸ばしていけばガラステインがありますよと。そしてポリマーが絡み合って、比較的柔らかいゴム状平坦。で、それらが完全にほどけてしまう流動域、終端緩和域、いうものがあります。で、まあ、今回主に、ご説明していく回転型レオメーターというのは、まあ、ご存知のようにプレートでサンプル挟む、いうのが主たる測定の手法になります。ですので、まあ、硬いものからですね、とろけちゃって液体になってくるものまで、フルレンジで、サンプルの物性を数値化できるというのは強みです。で、一方、この後もちょっと講義でご説明しますが、DMA ですね、固体の専用の粘弾性装置言いますと、固体専用で少なくともサンプル自立する必要がありますので、まあ、ガラス状から、まあ、ゴム状平坦ぐらいが、まあ、得意な範囲かなというふうになってまいります。で、今の図、右が高周波数ですね、左が低周波数、高音、いうふうに表示してましたが、まあ、教科書的には、こっちの絵、表示されましたかね、こっちの絵の方がもしかしたら馴染みがあるかなと。で、こちら、右に行くほど高音、右に行くほど高音です。で、左の図が、無定型ですね、非消失の高分子ですよと。で、右の図の方が結晶性の高分子ですよと。まあ、温度を上げると、まあ、ガラス状から、まあ、ガラス転移があって、ゴム状があってと。まあ、こういうのを追っていくのが、まあ、レオロジーの、まあ、主たる役割なわけですけども、当然、見てわかるように、温度非常に重要なんですね。物性というのは温度で、どんどん、変わっていきます。低温だったらカチカチ、高温だったら柔らかいとかですね。温度非常にキーのパラメーターになってまいります。で、これ、化学便欄から持ってきた液体の粘土の温度依存性です。表示されましたかね。はい。で、液体の材料というのも当然温度に大きく依存します。まあ、通常温度を上げれば上げるほど粘度下がっていく。まあ、シャバシャバになっていくわけですけども、材料によってその温度の依存性、感温性というのは変わってまいります。で、まあ、活性化エネルギー大きいものほどですね、温度の依存性というのが大きくなってくるわけですが、まあ、ここ見てもわかるように温度というのは非常にキーのパラメーターになってきます。まあ、ここをいかにビタッと調整するかというのが精度いいデータを取るのに大事なところなんですね。ですので今日はまあ、いろいろなアクセサリーというところですが、音調システムメインでお話ししたいなと考えております。で、レオロジーというのは、まあ、粘度測定したり、弾性率測定したりですとかね、応力緩和、クリープ、まあ、いろんな測定モードがあります。で、レオロジーのデータというのは材料、例えばポリマーの分子量ですとか、配合ですよね。あと、分散系であれば、濃度とか、分散質の表面の収縮、あと、凝集状態、そういったものが色濃く反映されます。まあ、単純にポリマーであれば分子量大きいと粘度上がるとかですね。そういうもの、もろに影響を受ける世界です。ですので、まあ、原材料の品質管理だったり、まあ、どんな開発して、どんな提案しようかなというところで、非常にレオロジーというのはキーになってくるかなというふうに思います。そして、ものを何か作ってですね、なんかこう配合しました。もしくは、部品成形しました。言った時の、例えば耐熱性とか、耐衝撃性、加工のしやすさ、官能性、こういったものも、ダイレクトにレオロジーが効いてくるわけですよね。耐熱性があるっていうのは、すなわち樹脂であれば、TG が高いですとか、耐衝撃性があるよっていうと、瞬間的に、エネルギーの吸収があるとかですね。そういった、レオロジーの特性っていうのが、すなわち製品の理解に、非常に重要に、キーになってきます。ですから、レオロジーというのが、ものづくりの上流から下流の方までですね、まあ、横断的に、まあ、物性を数値化してあげて、で、まあ、手をつながしてくれる、まあ、橋渡し的な存在であると。レオロジーというのはとっても大事な要素なんだなというふうにご理解いただければなというふうに思います。で、まあ、レオロジーとはというところで、まあ、触りの部分でした。で、続いて、ちょっと宣伝臭くなっちゃうんですが、新型レオメーター、
ちょっとこのコロナ禍の間に、登場しましたので、ご紹介、させてください。で、TA 社製、弊社の年段性測定装置、ラインナップ、こちらに示します。で、上の段が回転型レオメーターの種類です。で、下がですね、下半分が DMA、つまり個体専用ですね。DMA であればモーター縦振動します。縦振動して材料引っ張ったり圧縮したり曲げたりと。で、回転型レオメーターであればモーターは回転運動をします。で、左から順に、まあ、応力制御というのがいわゆるスタンダードなタイプです。まあ、数的にも一番出てるタイプかなと思います。品管からですね、製品開発まで幅広く使っていただける。で、まあ一番汎用な装置なのでアクセサリーもとっても豊富です。ですので、今回、の講義では、この応力制御のレオメーターのアクセサリー、いうのを中心に、ご紹介してまいります。で、続いて歪み制御っていうのがあって、まあこれハイエンドって位置づけ、まあ価格も実は倍ぐらいになってしまうんですが、オーブンの性能がすごくいいとかですね、材料がどんな状態でも命令通りの歪みきちっと与えられるとか、そういった特徴ございます。まあより良いデータ欲しいなっていう方は、ぜひ、歪み制御、お声掛けいただければなと思います。で、さらに右、比較的最近ですね、我々のポートフォリオに加わったんですが、高荷重のタイプのレオメーター及び DMA っていうのがあります。で、高荷重のレオメーター、まあ、RPA といって、まあ、ゴム試験機でありながら年段性測定もできてしまうよと。で、とっても力があるので、大変形のレオロジー、非線形のレオロジーっていうのを得意としています。で、最後に、DMA3200。これは高荷重タイプの DMA なんですけども、疲労試験得意としてます。疲労試験プラス DMA、そんなポジショニングです。で、この装置に関しては私の講義の後をご紹介、差し上げようというふうに思います。はい。で、応力制御スタンダードのタイプの HR302010 というのが新製品として加わりました。でですね、まあ、カタログスペックとか見せても面白くないので、まあ、どこが新しいのかなという、ちょっとキーワードだけ、ご紹介したいなと思います。で、一つ目が、オートメーションですね。レオロジーの測定、サンプルをローディングして、で、はみ出しをこうトリミングして、測定開始して、で、解析してと。一連の流れ、自動的にやってくれるよ。もちろん清掃とかもあるので、人はそばにいる必要ありますけども、オートでですね、いろんなコマンドを実行してくれる、これが加わりました。さらにですね、昨今測定したデータ統合的に管理したいなと、テキストや CSV でエクスポートしたいな、そんなご要望をよく耳にするんですけども、この装置ですね、トリオスというソフトウェアから任意のフォーマットで、いろんなデータアウトプットできます。で、レポートといって、まあ、解析したデータを、まあ、プリントする、そんな機能もあります。まあ、とにかく非常に便利になった。で、特にソフトウェアに特徴あるんだなと、それだけ覚えていただければなというふうに思います。さて、まあ、新しくなった応力制御のレオメーターですけども、弊社のレオメーターというのはですね、数世代前からアクセサリー類を非常に簡単に交換できますよと。これが特徴、売りになっております。まあ、スマートスワップって呼んでますが、要するに自動認識の機能でございます。で、今測定部の拡大写真ですけども、これ下ペルチェですね。ペルチェプレート。で、上が、アルミ製のパラレルプレートついております。で、この下側のアクセサリー類というのは、電磁石で固定していまして、これワンタッチです。交換とっても簡単です。で、ジグくっつけてあげて、で、プラグをプスッと挿してあげると、ほとんどのアクセサリー、何が繋がったのかな、自動認識してくれます。で、上側のジグですね。上側のジグも磁気テープついておりまして、取り付け、すれば自動認識という機能があります。ですので、まあ、いろんなアクセサリーを持っていたとしてもですね、交換がものの数分で終わってしまうと。非常に簡便ですよ、というのが特徴です。で、我々、
アクセサリーですね、業界最大級ラインナップしております。それを誰でも簡単にセットアップできるっていうのに、特徴を置いております。ぜひですね、今回のご紹介の中でも、これ面白そうだなというのがあれば、積極的にお声掛けいただければなというふうに思います。で、多彩な音聴システムですね。ここから本題のいろんなアクセサリーの紹介になります。で、いろんなアクセサリーあるんですけども、大体ですね、代表的なよく使うよっていう音聴システムはここに挙げたものになります。左上からペルチェプレート。で、デュアルステージペルチェ。これよく冷えるペルチェですね。で、上部加熱プレート。下はペルチェなんですが、上側からも音聴してあげようというものです。で、カップ型のジグ、表示検討ですね。あと、電熱プレート。もう上下のプレート、ダイレクトに音聴されるというものです。そして、環境テストチャンバー。いわゆるオーブンですね。測定部完全に覆ってしまって、雰囲気をコントロールしますよというものです。で、左上から順番に、ご紹介していこうというふうに思います。ペルチェプレートです。出ましたかね。割とスライド変えたときに数秒のタイムラグあるなと認識してるんですが、今大丈夫ですよね。で、ペルチェプレートというのは、カタログ上はマイナス40度から200度、いうふうに、書いてあります。で、どのメーカーさんもそのぐらいの温度範囲あるかなと思うんですけども、ペルチェって、基本下からだけの音調なんですね。ホットプレートみたいなもんで、下からだけ、片側のみの音調になります。で、ものとしてもとってもシンプル、扱いやすいものですし、昇降音速度も非常に速いんですけども、泣きどころが下からだけの音調ですよ、というところです。ですので、サンプルが例えば暑い場合とかですね、なかなか温度温まりきんないとか、そういうことあるんですね。縦方向にどうしても温度の勾配できちゃいますよ、と。で、これカタログに載ってる絵ですけども、マイナス数十度から200度まで温調できますよ、なんてことを言ってますけども、大体ですね、普段使いとしては、室温近辺から100度ぐらい、ここら辺が安心感を持って、測定できる範囲かなと思います。その安心感っていうのが、物音がちゃんとついてきてるかな、というポイントです。大体私もデモンストレーションの場合は、100度ぐらいを上限にして、これをお勧めさせていただいております。で、これは何でもないマヨネーズのフローカーブです。ペルチェで測定しております。こんな風に食品だったり、化粧品だったりとか、飲み物だったりとか、室温近辺の物性見れば十分ですよ、なんて場合はもうペルチェも一押しですね。最もシンプル、安価で使いやすいです。で、このデータ、線段速度0.001から線セックインバースまでを2分間かけて速度を上げていっています。で、赤が粘土カーブですけども、低線段速度側で出てる粘土のピーク。この粘土がピークを示した時の応力の値、これを幸福値というふうに求めております。マヨネーズ、線段速度を上げれば粘土が下がるシアシニングありますし、あとペースト状なので、幸福値持ってます。この条件であれば、3.8パスカルの力を加えると、流動し始めますよ、ということが分かりました。で、ペルチェプレートというのは、下からだけの音調で、開放系です。ですので、サンプル、乾きやすいものってどんどん乾いちゃうんですね。なので、いかに乾燥させないかというところで、乾燥防止カバー、ソルベントトラップカバーっていうのは必須になってきます。で、乾きやすい目安なんですが、溶剤系はもちろん乾いちゃいますけども、水系のサンプルであれば、もう乾きやすい部類だな、認識していただくのが無難かなと思います。で、下のデータですね、ペルチェのカバーを押して水の粘度を測りましたよ、と。で、横軸時間です。ひたすら時間追ってってますけども、粘度変わんないですよ。揮発がないんですね、と。で、カバーがない場合、
これ粘土どん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 下がって見えてますけども、要するにプレート間から水がどんどん揮発しちゃって目減りしちゃうんですよね。なので空振りに相当しますので、当然粘土は低く出るということになります。で、ソルベントトラップカバーの使い方、私が実演したのがですね、YouTube にアップしてあります。例えば、エマルション系接着剤、これ皆さんご存知の木工用ボンドですね。これ測定すると、外周から乾きがあって、乾張りっていうのが起き得ます。で、プレートというのは、外周ほど大きく動いていて、外周ほどデータへの寄与が大きいので、乾いてきちゃって皮張っちゃうとですね、粘土断性率跳ね上がっちゃいます。もう NG 測定です。ですので、まあ、こういったものを粘土断性率測るとき、きちっと乾燥防止する必要があります。あと、下の絵ですね。これさっきの水のお話と一緒です。揮発によってどん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 目減りしてると。で、測定時はプレート間、サンプルで満たさなきゃいけないのに、これ、揮発して足りないですよね、いう状態です。で、乾燥防止カバーっていうのは単純に被せるだけでも効果あるんですけども、こんな風にですね、露紙を貼って、で、湿らせて、で、カバーすることで内側飽和雰囲気にしますよ。そんなテクニックもあります。結構ですね、手作業上のテクニック。例えば、継ぎ目にオイル塗っちゃうとか、そういうテクニックで乾燥というのを劇的に防ぐことが可能です。はい。で、YouTube、TA インストゥルメントで検索してきて、しても出ますし、最後にもご案内しますので、ご安心ください。で、これ、ゼラチンの温度依存性。単純に、ゼラチンのゲル化を見てるだけの測定です。で、上60度まで測定しています。で、高温側では、シャバシャバになっちゃってるんですね。で、冷やせば固まるゼリーになりますよ。まあ、単純にそんなデータなんですけども、ゼラチン溶液、当然水系ですので、60度までの加熱って結構実は難しい。難しいっていうのは揮発があると。乾燥防止カバーを正しく使うことで、こういうふうになだらかなチャープトを得ることができます。で、他にもカバーの類、いろいろありまして、次のページ。左がパージガスパカバーですね。ペルチェで冷やすとき、当然結露、まあ、びしょびしょになっちゃう。氷張っちゃう。というのがあります。で、結露を防ぐために窒素を流す。ですね。2の雰囲気を作る。あと、断熱カバー、右側です。下からだけの温調なわけですけども、少しでもですね、温度逃げないように、カバーをしてあげて、測定部をこう閉じてあげるといったものもあります。で、次のページ。浸積リング。これ測定部は完全に液体で、浸積しちゃいます。で、サンプルが例えばだん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 こう水吸って膨潤していく過程を見たいなとかですね。あと乾きやすいハイドロゲルの類、これを安定的に測定したいなというときはこういう浸積リング。もうドブ付けにしちゃうよという軸があります。あと、ペルチェ表面カバーですね。これ腐食性があったりとか、あと、どうでしょう。スラリーなんかで、分散質が硬すぎる。で、ペルチェ傷つけちゃうんじゃないか。いう場合に、こういった保護カバー使う場合があります。で、この写真ちょっと見づらいですが、これ真ん中ザラザラのタイプなんですね。表面加工があるものっていうのもあって、まあ、この場合だったら滑り止めとして機能します。で、続いて、ペルチェプレートの、これ、兄弟ですけども、デュアルステージペルチェ。これ、よく冷えるタイプのペルチェです。で、ノーマルのペルチェも、スペックではマイナス40度から書いてありましたが、実は、サーキュレーターの性能にすごく左右されちゃいます。で、こちら、デュアルステージというのは非常によく冷えるタイプでして、例えばこれサーキュレーター2度の水回していれば、まあ、実際不凍液なわけですけども、マイナス40度まで10分で冷えちゃうよと。非常に早いです。で、当然冷やすの時間かかれば結露の影響も出てきます。どん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 霜ついちゃったりっていうのがあるんで、早く冷えれば冷えるほど、まあ、使い勝手もいいですし、測定も安定します。で、まあ、そんな風に素早く冷えるデュアルステージのペルチェプレートですけども、やはりですね、非常に冷やす場合っていうのはパージした方がいいです。で、左の図、
十分な窒素パージしてないというもので、ちょっと見づらいですが、測定部もこれ霜ついてきちゃってるんですね。で、ほっとけば雪だるまになっちゃいます。で、プレートの端部、凍りついてくれば、当然粘度がドカンと上がったりして、測定は NG となってしまいます。で、右の図の場合、これマイナス30度で測定してますけども、窒素をずっと流し続けてるおかげでですね、もう全然測定部、結露ないんですね。で、ジグ自体はもうキンキンに冷えてますので、上の軸部、これ霜ついてますけども、測定部は全然安定ですよと。窒素パージ、とっても重要です。続いて、これペルチェと組み合わせるアクセサリーです。上部加熱プレート UHP ってものです。ペルチェのところでちょっとお話ししたように、ペルチェ下からだけの温調ですので、どうしてもサンプル厚みがある場合ですね、厚さ方向に温度の勾配、どうしてもできちゃいます。で、サンプル多少厚くても、サンプルの温度均一にしたいなっていう時は上側のプレート、温調する、この UHP の出番になります。で、上側がですね、加熱されるタイプ、のプレートになりまして、軸とかちょっと重たいんですね。プレート自身がちょっと重くなっちゃいます。で、レオメーターっていうのは、ジグが重たいとですね、ジグのその振り回す慣性っていうのも当然大きくなってしまって、低粘度とか低弾性の材料、これの測定精度落ちちゃうんですね。慣性が重い、大きいということは、すなわち、レオメーター的には、自分自身を動かすのにすごくパワー使っちゃいますよと。で、片やサンプルからの手応え全然ないよっていうと、モーターはすごくパワー出してるのに、そのうちのサンプルからの応答っていうのが100分の1とか1000分の1とか、要するに SN 比非常に悪い状態になっちゃいます。なので、重たいジグであるがゆえに、ちょっと低粘度、低弾性苦手になってしまうんですが、厚みがあるサンプル、これを均一にコントロールできますよ。いうことになります。で、厚いってどのぐらい、ご質問あろうかと思うんですけども、ペルチェ、やはり下からだけの温調なんで、ペルチェ単独であれば、サンプル 0.5 ミリとかですね、そのぐらいの厚みが、望ましいです。で、それを超えてですね、ミリ単位になってきてしまうと、UHP のように上からの温調、必要になってまいります。もちろん室温近辺であればそんなに気にならないんですが、温度上げれば上げるほど、もしくは下げるほどですね、暑さ方向、温度の勾配ができうるということです。で、こちら、プラスチゾルの熱硬化過程です。プラスチゾルってT シャツのプリントに使ったりするインク材料ですね、スクリーン印刷するような材料、塩ビとかを可塑剤に分散しているものです。で、加熱すると固まるわけですけども、これ右、青字で書いてあるのが、ペルチェ単独で硬化過程を追ってるものです。で、やはりですね、ペルチェだと、下からだけの温調で、サンプルの温度の追従が良くないよ、ということで、ちょっと硬化が遅いようなデータになっています。しかしながら、UHP 使いますと、縦方向の温度の追従、とっても良くなるよ、ということで、これ、比較対象が、オーブンですね。雰囲気コントロールするオーブンと比較してるんですけれども、同等のデータになっております。サンプルの温度ちゃんとコントロールできてんだな、いうのがわかります。で、続いて、ペルチェ強軸円筒。カップ型のジグ、カップ型のジグですね。で、このジグの最大のメリットっていうのが、サンプルが乾きにくいですよと。あと、沈降や分離に強いですよと。これに、つきます。で、パラレルプレート、コーンプレート、そういったもので、測定しますと、プレートの端部がオープンです。プレートの端部がオープンで、さっき別のスライドで示したように、皮張りが進行しちゃうとかですね、揮発が進行する。それでデータ NG になったり、します。で、ペルチェの場合、ごめんなさい、強軸円筒の場合っていうのは、カップ型で、カップに材料が入って、そこにローターをこう突っ込むわけですけども、ローターはもう完全に沈んだ状態になります。ですので、サンプル液面がちょっと変化あったぐらい、ほとんど測定に影響ないです。器用があんまりないですよと。
かつ、自分の揮発雰囲気で蓋するような感じになります。そういった意味でも、サンプルが乾きにくいなと、溶剤系の塗料とか接着剤、そういったものであれば、教授検討、非常に使いやすいです。あと、沈香や分離に強いです。例えば、分散系で、置いとくとどんどん沈んでってしまうとかですね、分散物が沈んじゃうとか、ドレッシングみたいに水と油が分離しちゃうよ。そんな材料を、コーンプレートやパラレルプレートで測定しますと、どうしても分離や沈香が始まるや否や、上積みだけをプレートが触ってる状態になっちゃうんですね。で、上積みがデータを支配するような形になってしまいます。で、強軸円筒の場合、カップ型のジグでローターを入れるわけですが、カップの内壁とローターの外周での先端を見ています。ですので、サンプルが沈香や分離が始まるや否やですね、その分離層がデータを支配しちゃう。そういうことはなく、相対的に時間的な猶予が非常に生まれやすいです。分散が安定してないよ。いうような場合、ペルチ教授検討すごく使いやすいです。で、欠点としてサンプル量を多めってあげましたが、せいぜい10ミリ、20ミリという世界です。で、プレート類が多くても1ミリリットルですので、それと比べればずっと多いんですけども、工業材料であれば大抵、このぐらい10ミリ、20ミリ、であればご用意いただけるかなというふうに思います。で、このジャケットがペルチェで温調するシステム。で、中のカップというのが着脱式で、交換清掃が容易です。で、これに適用できるローターとかカップっていうのがいろんな種類があります。で、左から順に、まずダブルギャップですね。これ低粘土用です。これ、ローターの内側が空洞になっていまして、ローターの外側と内側、ダブルで先端を拾う、そんなデザインになっております。続いてディーン型ですね。ドイツの規格に従ったもの。これ一番一般的です。で、真ん中、スターチ用、つまりデンプンの固化を見るものになります。で、ブラベンダー社っていう会社がアミノグラフって言って、デンプンの固化を調べる装置売ってますけども、それと同じ実験できますよっていうのが、このスターチ用のローターです。で、ヘリカル。これ、スパイラル状のローターになってるんですけども、これくるくる回すとですね、サンプル持ち上がる方向にこれ、ねじねじくるくる回ってくれるんですね。なので、沈香しやすいものの場合は、サンプル持ち上げて、縦方向に攪拌してくれますよと。不安定なものでも、ちょっと頑張って測定できるかな、いうのがヘリカルです。続いて、一番右。これ、ベイン。これ、板を合わせたような、その羽型形状です。サンプルを、グリップしたようなイメージですね。で、それに対応する、溝付きカップっていうのがあります。ちょっと絵がちっちゃいですけども、これカップの内側、デコボコついてます。なんかこう段ボールみたいなイメージですかね。で、ローターでもカップでもサンプルグリップして、しっかり固定して、滑らないようにですね、スリップしないように測定しましょうというものです。で、これ泡状のハンドソープで、歪みスイープ、歪み依存性を測定しております。で、ちょっとデータが多くて、ちょっと分かりづらいかなってところなんですが、着目いただきたいのがこれなんですね。青がこれ、ベインと溝付きカップで測定したデータなんですけども、最も断性率高めに出てる、かつ、これ2回測定してビタッとこう、再現してます。で、ハンドソープ、こういう泡の類、測定すると分かるんですが、非常にこれ滑りやすいんですね。ジグばっかり空転しちゃうような感じで、泡は変形についてこないですよと。で、こういった材料であっても、こういう溝がついてるカップで、羽型のジグであればしっかりグリップして、再現よく測定できますよ。そういった事例です。で、さっきの絵にちょっと並べてなかったんですが、あと、コンクリートを測定するような、カップ、ローター、いうのも存在してます。で、コンクリートみたいな、結構しっかりしたペーストって、強軸円筒で測定するとですね、ローターやっぱ空転よくします。空転して滑っちゃって何見てるかわからないよと。
コンクリートちゃんとついてこないじゃないかと。で、そういった材料の場合、こういう溝付きのカゴですね、カップの内側に入れて、で、こういう窓枠みたいなローターを回すことでですね、コンクリートの、粘弾性をしっかり測定するということが可能です。で、もちろん、このジグ、使った時の、まあ、固有のデータになってしまうと、厳密な応力、厳密な歪み、定義できなくなりますので、このジグ使った時のデータというようになってしまいますが、まあ、この事例のようにですね、最初、ものすごい大きい歪みをかけて材料を崩しましょうと。で、続いて整地相当のちっちゃい歪みで回復過程を追っていきましょうと。そんな測定も可能になります。まあ、滑りやすいもしくは、あと、骨材ですね。ジャリジャリのフィラーが入っている場合なんかも安定しますよという特殊なジグです。でんぷんの固化ですね。これ、ま、規格ものなんで、ま、興味ある方だけ見ていただければっていう感じです。でんぷんの固化、アミログラフっていうのは、もう、温度95度まで上げましょうと。で、温度を上げて下げましょうと。この細いラインが温度なんですけども、温度上げて下げるよってプログラムをやったときに、でんぷんっていうのは、一回膨潤して粘度上がる。で、それが崩壊して分散する。そんな状態を経る、そうです。で、それをですね、まあ、こういうプロペラ状のジグで測定できるというジグがございます。はい、続いて、電熱プレート、EHP というものです。これはですね、上も下もプレートがヒーターで加温される、そんな仕組みになっております。上も下もヒーターで加温されますよと。で、すごくプレート自体の温度を安定します。200度に設定したら200度のままビターと上下とも安定するような感じですね。で、これちょっと絵だと、とてもじゃないけどわかんないような感じなんですが、上部プレートの周りに、パージガスが流れる、まあ、穴開いてましてですね、測定部がしっかり窒素パージできる、そんなデザインになっています。窒素がずっとバーッとダウンフローで流れるような形になっていまして、まあ劣化しやすいような材料であってもしっかりパージできますよっていうのが大きな特徴です。高温一定でしっかりパージしたいよっていう場合は、まあ EHP 使いやすいなと思います。ですので、まあポリマーメルトですね、プラスチック材料、まあ200度ぐらいで溶融してあげて、溶融粘弾性から、分子量分布、そういったものを議論しましょうというときに、まあ、いい選択肢になります。で、一個注意が必要なのが、これ、マイナス70度から書いてありますけども、低温の制御ちょっとお金かかっちゃうんですね。液体窒素を気化するシステムが必要になりまして、このジグっていうのは冷やすのなかなか大変です。温めるのがとっても得意なんですけども、冷やす場合、液体窒素、それを気化するシステムなんていうのが必要になってしまいます。ですので、まあ、さっき言ったように高温一定でしっかり窒素パージする、そういうものが得意なジグになります。で、パージする能力ですね、を示したものです。ポリスチレンで200度一定でずっとこう窒素パージしましたよ。というのが前半部分です。で、通常 EHP、推奨のパージの流量なんですけども、5リッターパーミニッツですね、5リッターパーミニッツ。で、まあ最初の、どうでしょう、4時間ぐらいですかね、いうのは顕著な劣化がないですよと。で、パージ切ったらどうなるかと。どんどん断性率下がってきて、劣化しちゃってるなと。やっぱりこれパージしないと、ポリマーダメになっちゃうね。まあ、そんなことがわかります。高温での物性見てますので、非常にパージ重要です。で、さっきのですね、よーく見るとですね、パージしててもちょびっとぐらい断性率変わってるんですよね。で、熱安定性ですね。熱安定性っていうのは実は実数の K の7244というものに書かれていまして、どのぐらい安定すればいいのという目安、記述してあります。で、粘弾性のパラメーターのいずれかが、まあ、初期値から 5% 変化するまでの経過時間、これ熱安定時間、言ったりします。
で、通常そんなにこの熱安定時間は気にしないのかなと。通常より気にするのがこの下の方の悶々です。周波数スイープとか測定しますと。で、そのまんま同一の試験片のまま、もう一回スタートボタンを押します。で、ピタッとチャートが重なれば、劣化とかしてないですね。綺麗に再現しましたねと。で、繰り返し測定したときに、だん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 データがずれてきますよ、言うと、まあ、どん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 劣化が進んでる証拠になります。そうすると、正しい年段制の測定にはなってないので、きちっとしっかり、パージ能力のある音調システムを選びましょう、ということになります。で、最後にですね、音調システム、環境テストジャンパー、ETC というものです。いわゆるオーブンであって、測定部完全にカバーしてくれるものです。下はマイナス160度。これ液体窒素を使った時です。液体窒素を使うとマイナス160度から上は600度まで、しっかり音調できます。で、この端から端まで、フルレンジで非常に信頼性の高いデータが得られるのが特徴です。で、EHP ですね、電熱プレート、パージ能力いいですよ、言いましたけども、こちらも雰囲気のコントロール、完全密閉になり、完全じゃないですけど、密閉状態になりますので、窒素流せば、そこそこ高いパージ能力というのは得られます。で、弊社、熱分析装置も扱ってるよっていうところで、温度のコントロール、非常に、重きを置いている、得意としているところです。で、オーブン、これ、マックスで60度パーミニッツの非常に速い昇降温速度、達することができます。で、温度かける限り、実はこのアクセサリーですね、オーブン使うってことが圧倒的に多いかなと思います。言われたらこれがもう最強かなと思います。で、デメリット挙げるとすると、低粘度のサンプル、ちょっと苦手です。炉が、中のスペースが限界ありまして、あまり大きいプレートつけられないよってところで、低粘度はちょっと苦手になっちゃうかなと思います。で、オーブン用のプレート、これもいろいろラインナップがあります。これ、ポリスチレンで溶融状態でマスターカーブ作ってますけども、こんな風に溶融年段制でサンプルきちっと掃除できますよと、ペロッと剥がれますよと、そういった場合は通常のパラレルプレートを使っていただきます。きれいに清掃できる場合は普通のプレートを使っちゃいます。で、続いてプリプレグですね。エポキシが B ステージ化した複合材料ですけども、これ熱硬化見ています。で、エポキシのように熱硬化でガチガチに固まっちゃうよと。ガチガチに固まってもプレートから離れない。もう固着しちゃってもうダメですよって場合は、使い捨てのプレートっていうのがあります。ディスポーザブルパラレルプレートですね。で、これアルミ製なんですけども、いろんな径取り揃えております。サンプルがガチッとくっついちゃうものっていう時は、使い捨てプレート、これがいいかなというふうに思います。で、使い捨てとは言ってますけども、サンプルが固着する前に測定して、止めてですね、掃除すれば何回でも使えます。そういうふうに使っていただいているお客様多いです。あとですね、アルミで比較的柔らかいので、使い捨てプレート、例えば表面ちょっと紙やすりとかで荒らしてあげて、滑り止めプレートに改造して使うとか、そんなテクニックもあります。で、続いてトーションですね。で、レオメーターというのは、モーター回転方向に動きます。回転方向に動くんで、材料ねじるってこともできるんですね。で、比較的硬い板材の場合、このトーションっていう材料ねじるジグ、これで DMA 相当の測定っていうのは可能になります。で、板材というふうに書きましたけども、サンプルが例えばペラペラのフィルム状になっちゃうと、ねじっても手応えないです。ねじっても手応えないんで、データにならないんですね。レオメーターって、モーターを動かして、こう、材料の手応え見る、力学的な測定です。ですので、手応えあってなんぼということになるので、いわゆる板ですね。目安としては1ミリぐらい欲しいかなと。板状の材料であれば、このトーションっていうのが活躍します。で、どうしてもペラペラの材料しかないよという場合は、DMA 専用器を使う。
もしくは後でちょっと紹介しますが、DMA モードというものがあるので、それをお勧めします。で、こちらのデータ、ABS の温度の依存性です。で、我々も標準サンプル、ABS 使ってるんですけども、低温側で豚自炎のピークが出てますよと。で、高温側114度で、スチレンの TG のピークが出ていますよと。ABS っていうのは豚自炎ゴムにアクリルニトリルとスチレンをグラフとした樹脂ですよと。ですので、それぞれのキャラクターが出ますよというデータになっています。で、これ、まあ、教科書から持ってきた図ですけども、今日15体の場合、どんな絵になるのかなと。で、この白のですね、ホモポリマー。で、黒のホモポリマー。これ、ランダムに混ざっちゃうと、こう、平均化されちゃってですね、緩和挙動が一山だったりするんですけども、ブロックコポリマーとかグラフト化したものっていうのは、まあ、それぞれのキャラクター、それぞれの緩和の山が出たりします。まあ、さっきのデータですね。さっきのデータみたいな感じです。あと、ETC、オーブンですね。オーブンで、まあ、冷やすとき、液体窒素、まあ、よく使うわけですけども、我々ですね、電気冷却器も、最近ラインナップに加えました。自社製の電気冷凍機です。で、ACS っていうものです。で、この ACS、電気冷却システム、いうのがですね、粘弾性装置、レオメーター以外、DMA とかですね、あとハイエンドな、アレスとか RSA、高荷重の DMA3200、ここら辺にも全部対応しております。で、ACS2 番と3番っていうのがあって、3番の方が、まあ、スペック、いいわけですけども、液体窒素使わなくても、3番であればマイナス85度まで冷えます。なので、まあ、シリコンとか抜いて、まあ、一般的なゴム材料とかであれば、TG ミンノに、十分な温度を達することができます。で、ちょっとですね、容量大きめのコンプレッサー必要になったりしますが、まあ、液体窒素と違ってですね、ランニングコスト、すごく抑えられる。で、昨今、液体窒素をですね、なかなか搬入できないラボっていうのも増えてますけども、電気冷却システムであれば、そういった心配、セーフティー上の心配っていうのはぐーっと減るので、非常に使いやすいシステムになるかなと思います。で、ちょっとこれ分かりづらい絵になってますが、横軸が温度、で、縦軸が冷却速度です。で、何が言いたいかというと、冷やせば冷やすほど、冷却速度っていうのは当然落ちてきちゃうんですね。で、スペック一杯冷やすっていうのは、まあ、それなりに時間を要するよっていうことになります。で、どのぐらいかかるのというところですが、例えば、ETC に EACS の3番つけた場合、室温からマイナス50度まで、まあ、だいたい10分ぐらいで冷えてくれます。で、マイナス85度っていうと、まあ、ここ20分って書いてありますが、まあ、これ結構いいケースかなと。もうちょっと時間かかること多いかなと思いますが、まあまあ、このぐらいの時間で材料を冷やすことができます。ですので、マイナス50度であれば、まあ、液体窒素と遜色なく、しっかり早く冷やすことができる、いうのが特徴になります。で、データももちろん、液体窒素を使った時と同等のデータになりますので、非常に安心して、高信頼性のデータが得られると。おすすめの冷却システムです。で、以上がですね、主要な温調システムのご紹介でした。で、今回いろんな参加者の方いらっしゃいまして、いろんな分野またいでまして、まあ、皆様方に、非常に重要っていうのが、まあ、温調システムの選択ですとか、まあ、そこら辺のパフォーマンス、選び方かなというふうに思います。で、最後、アクセサリー、その他のアクセサリーですね、まあ、いろいろとたくさん、アクセサリーあるんですけども、ちょっとピックアップしてご紹介したいな、いうふうに思います。まずは DMA モード。DMA モードですね。この HR シリーズ及び ARES っていうのは回転型レオメーター。つまりモーターは回転して動きますよと。で、プレートくるくる回しますよっていう機械なんですけども、上下、縦振動っていうのもできます。で、この縦振動で DMA ができるようになりましたよっていうのは DMA モードです。
で、なんで縦に微小な振動を材料に加えられるかと言いますと、HR もですね、RSG2 も、縦方向の荷重を読み取るのに FRT っていうセンサーを積んでいます。で、FRT っていうセンサー、小難しい理屈はいいかなと思うんですけども、縦方向の荷重を読むときにですね、センサー自身が変形しないようにできています。板バネだったりとかですね、なんでしょう。はかりの類とかって、重さ測るとき、自分自身の変形に比例した荷重を読み取っています。で、FRT っていう、このセンサーの場合、押されたら押し返す。引っ張られたら引っ張り返すと。自分自身の変形が生じないようにこれ踏ん張ってるんですね。で、通常自分自身変形しないようにゼロポジションを維持してるセンサーを、まあこれ動かすことできますので、微小振動させてしまおうというのが DMA モードです。で、DMA 専用機と同じように、フィルムの引っ張りや板を3点曲げしたりですね、感知レバーで曲げたり圧縮したり、いうような測定が可能になります。で、DMA のスペックです。で、まあ、本業は回転型レオメーターですので、縦振動、まあ、いわばおまけモードに位置づけられます。ですので、周波数はマックス 16Hz と。通常、DMA の専用機といいますと、上は 100Hz まで、いくかなと思いますけども、これ、まあ、おまけモードというところで周波数はちょっと限られちゃいます。16Hz ですね。あと、荷重です。スペック上は、3ミリニュートン、つまり 0.3 グラムまで荷重拾いますよってなってますが、割と下はもうちょっと手応えがあった方がいいかなと。なので、まあ、サンプルが柔らかいときですね、サンプルがふにゃふにゃなゴム状の場合とかは、専用機にはちょっと勝てないデータになっちゃうかなと。しかしながら、まあ、これレオメーターですので、サンプル柔らかいときはプレートで挟んで測定すると、補うことができるっていうのが一つポイントになります。で、これ、50ミクロンのペットフィルム、温度依存性を取っています。で、低温側でのベータ緩和。で、100度超えたあたりの TG っていうのは綺麗に見えています。大体、まあ、ざっくりと断水率70を超えるぐらいであれば、ですから、固めのゴムぐらいのものであればですね、このオプションの DMA モード、いうので、割と綺麗なデータ取得できます。非常に有能です。続いて、マグネットレオロジーですね。磁場でどんな風に物性変わるかなと。磁場をかけてあげましょうというものです。です。決してものすごい最新の機器っていうわけではないんですが、最近ちょこちょこと使いたいなという市場の声聞こえてまいりまして、ご紹介したく、存じます。で、下側、磁気を発生するようなシステムになっていて、音調は基本的にはサーキュレーター回してですね、サーキュレーター回して、音調する形になります。なので温度のコントロールというのはちょっとサーキュレーターのスペックによります。で、磁場はプラマイ1テスラかけることができます。で、弊社の特に一押しのポイントなんですけども、この磁場を測るホールプローブっていうのを測定部の直下に差し込んでいまして、リアルタイムにこれ磁場を計測しています。で、この外部のインターフェースで、リアルタイムにアクティブに磁場のコントロールというのをしています。ですので、非常に安定して精度の高い磁場のコントロールができると。で、もう一つ、磁場をこうリセットする。ジョジって言いますけど、ゼロにする、ゼロテスラにするっていうのも、実はですね、他社さんなんかだとうまくジョジできてないななんてここへ聞くことあるんですが、弊社はゼロテスラピタッと合わせること可能です。まあ、基本磁性流体、MR 流体測定する、まあ、専用のアクセサリーということになります。で、例えばこれ、横軸時間、縦軸粘度でデータ取っておりまして、磁場のですね、フラックスデンシティ、ですから磁束密度によって粘度がどう変わるかな、いうのを見ております。で、こういう MR 流体って基本的に溶媒ですね、に磁性粒子、まあ鉄粉です。鉄粉分散しているものでして、かける磁場によって、
って、粘度変わってくる。そうやって粘度コントロール、リアルタイムに粘度コントロールすることで、自動車のサスペンション、硬さ変えたりとか、免震ダンパーに使ったり、いう応用事例があります。で、これ単純にですね、強度振ってるだけなんですけども、徐々に上げたりとか、サイクルでかけたりとか、プログラム非常に融通きく、いうのも弊社の、売りの一つになります。続いて、トライボロジーというものです。摩擦ですね。摩擦抵抗を見る、そんなジグがあります。で、これまあまあ、参考までに言ったところですけども、トライボロジーっていうのは摩擦とか摩耗、潤滑にかかる学問。ということで、摩擦するっていう言葉と学問、これを合わせてトライボロジーというふうに言葉が生まれたそうです。で、エジプトの壁画にでもですね、なんでしょうね、これ、ソリをこう潤滑させる、ためにこう油垂らしてる、そんな絵がありまして、この摩擦の概念というのはまあ昔からありますよ、ということが言われております。はい。で、レオメーター、モーターがくるくる回転するわけなので、まあ、上下のジグをコンタクトさせて、くるくる回すことで、摩擦係数を見ることができます。で、いろんなジグの組み合わせあります。まあ、目的に応じていろいろと組み合わせますよ。リングオンプレートっていうのはこれ、面でコンタクトしています。他が、ボールとプレートとかですね、ボールと板とかなんで、点接触になります。で、私もちょっとトライボロジーそれほど明るくないんですが、摩擦係数ですね、まず摩擦係数欲しいなって時は面でコンタクトするリングオンプレートを選択することが、まあ、多いかな、というふうに思います。で、測定の変数としては、まあ、もちろん温度重要になってきますけども、どのぐらいの力で押し付けて、で、どのぐらいの速度で回しますかと、この押し付ける荷重、回転速度、これで摩擦がどう変わるかなというのを見るジグです。ですから、測定のプログラムとしては単純なんですね。で、こちら、歯磨き粉の粘度カーブと摩擦係数の関係を見たものです。リングオンプレートを使っています。ちょっと絵が分かりづらいかもしれないですが、丸ポチでプロットしているのが粘度です。で、青っぽいチャートっていうのはゲル状の歯磨き粉。で、緑でプロットしてるのがホワイトニング歯磨き粉と。で、このホワイトニングっていうのが、まあ最近よくあるつぶつぶ入ってる歯磨き粉です。で、高先端側になってくると、高速側になってくると、ホワイトニング成分入ってるものの方が、より強くシアシニングしてるかなと。粘度下がってるかなと。で、片や、摩擦係数はどうかなっていうのが三角のプロットです。で、三角のプロットを見ていきますと、高速側ほどこの両者差がぐーっと開いてくるんですけども、どうやらゲル状のですね、歯磨き粉の方が、摩擦係数が大きかったという結果になっております。で、もうちょっと皆さんイメージしやすい事例で言うと、水と油とかですよね、油の方が水より当然粘度高いです。水が 1cp、サラダ油が 100cp ぐらいあります。で、当然サラダ油の方がわずかながらドロッとしてるわけですけども、摩擦はどうかって言ったら圧倒的に滑りますよね。圧倒的に滑ります。ドロッとしてるけど滑りますと。ですから、粘度だけでなく、摩擦係数っていうのも、例えば、どうでしょう。お化粧品使った時の伸ばす感触とかですね。これ粘度だけじゃ、語れないですね。摩擦、滑りやすさどうかなとか、そういったところで活躍してくるジグじゃないかな、というふうに思います。で、もう一つ、これ最後にしようと思います。湿度の制御っていうのがあります。で、測定部に湿度チャンバーっていうのが来て、で、外部にですね、湿度ジェネレーターっていうのを設置します。で、コントロールした湿度の雰囲気を、このトランスファーラインでずっと供給し続けるんですけども、トランスファーラインで、結露しちゃまずいので、トランスファーラインっていうのはずっと加温状態にあります。で、コントロールできる温度の範囲、5度から120度ですね。で、湿度の範囲っていうと 5% から95% になります。で、湿度チャンバーっていうのはそれほど大きく、温度触れなくて、昇降温速度も1度、パーミニッツ。これが最大。比較的ゆっくり調整するものです。
で、この下のウィンドウを見てわかるように、温度を上げれば上げるほど、マックスの湿度っていうのは下がってきます。で、これ、木工用ボンドですね。PVA エマルションの接着剤の硬化過程っていうのを湿度コントロールしながら見ています。で、この断線率立ち上がってくるところを見ていると、貯蔵断性率が損失断性率を追い抜くところ、これをゲル化点として、追っています。で、単純にエマルションって、水系であって、乾燥して固まっていくものなので、湿度が高ければ高いほど、より、このゲル化点、というのが遅く出ますよ、ということがわかります。で、こういう乾燥する材料ですね。乾燥する材料の評価する場合は、リング状のプレートっていうのが最適です。普通のパラレルプレートで測定してしまうと、どうしても外周からのみ、乾燥が進んでいくと。外周だけ皮張るとか、そんな状態になっちゃいます。で、この輪っかだけのプレートですと、内側からも積極的に乾いていきますので、より均一にですね、こういった接着剤の乾燥過程、塗料の乾燥過程っていうのを追うことができます。あと湿度コントローラーも DMA 対応してます。フィルムの引っ張りジグございます。で、左がですね、湿度を横に振った時に材料の伸びを見ています。これ、燃料電池用のメンブレンなわけですけども、湿度を上げれば上げるほど、吸湿してちょっと伸びちゃうかなと。で、右の図、これ断性率、貯蔵断性率見てますが、湿度を上げれば上げるほど、やはりちょっと吸湿して、加速化して、断性率下がるかな。そんなことがわかるデータになっております。で、バババッとこういろんなアクセサリー紹介してきました。で、こちらの絵がですね、すべてではないんですが、主たる、レオメーター用のアクセサリーです。で、左上に行くほどより汎用なもの。ペルチェとかですね、オーブンとか、教授検討の絵があります。で、右下に行くほど特殊用途になります。今回紹介しなかったような、高圧セルとかですね、そんなものも出てまいります。で、今回、とにかく皆様方にとってメリットがある話っていうと、まずは温調かなというところで、温調中心にカバーしてきました。さらに DMA や湿度チャンバー、あと摩擦、あとマグネットレオロジー、そういったものも紹介してまいりました。で、他にもいろいろとありますので、また次の機会にご紹介できればなというふうに考えております。で、このその他大勢のジグ、やはり用途が限られたりとかですね、ちょっとストライクゾーン狭いよということがあります。なので、迷った場合、カタログ見るよりも、まずご連絡いただければなというふうに思います。さて、我々ですね、こういう状況になって、皆様方出社しがたい状況になりましたけども、勉強とかですね、レオロジー知っていただきたいなというところで、YouTube のビデオを何本も作っております。で、レオロジー基礎編1、2、3っていうのがあって、あと限定公開ですね、熱硬化性樹脂、いうものがあります。で、熱硬化のもの見たいなとかですね、あと1から4まで見ていただいて、レオロジークイズ、これ答えていただくと、修了証を出すことが可能です。で、これちょっと欲しいな、興味あるな、という方は、積極的にインフォジャパンまでメールいただければな、というふうに思います。で、以上、初めてのウェビナーでですね、ちょっと皆様方のお顔見えない中、一方的にちょっと喋っちゃってですね、わかりづらい部分あったかと思います。資料や、ビデオ、今回撮っております。ご要望の方は、どしどしと、ご質問等をいただければというふうに思います。で、今も、チャットの方で、ご質問、いただいておりまして、答えられるものは答えていこうかな、というふうに思います。どうしようかな。ごめんなさい。
ちょっと早めのタイミングでいただいた質問から、今答えやすいものからちょっと答えてしまいます。で、教軸円筒の軸のところでダブルギャップっていうのがありました。ダブルギャップ。で、ダブルギャップはどのぐらいまで低粘度いきますか、低粘度有利ですかっていうご質問、いただいております。で、ダブルギャップっていうのは、同じ先端速度をかけた時でも、材料の応答トルクっていうのが、まあ、2倍に、単純に2倍になります。2倍になります。で、これってどのぐらい有利なのっていうと、レオロジーの世界って対数で見る世界なので、まあ、2倍って実はそんなにインパクトないんですね。インパクト、そんなにないです。で、ちょっと掃除が手間だったりとか、そういうデメリットの方が実はちょっと大きいかなと私感じています。劇的に測定範囲が広がるってことは、あんまりないかな。いうのがダブルギャップです。どうしても、ほんの少しでも低粘度、いいデータにしたいな、という場合は、使っていただければな、というふうに思います。はい。あとですね、ちょっとごめんなさい。後の方でいただいた質問、ちょっと答えやすいのをちょっと答えちゃいますね。ペルチェ親戚リング、ご紹介しました。はい。媒体からの影響がどのぐらいあるかと、通常、水とか低粘度なものに浸積することがほとんどです。そうである限り、で、材料が十分な断性率、粘度を持っている限りは、媒体からの影響、そのわずかながらの抵抗というのは無視した議論になることが多いです。で、媒体の使用の粘度制限ありますかってことなんですけども、材料が柔らかくて媒体がドロドロだったりするとちょっと測定成立しないですよね。媒体の抵抗ばっかり感じてしまう。材料の手応えわかんないよなっちゃうんで、これごめんなさい、ちょっとやってみなきゃっていうところはあります。まあ一般にどうでしょう。媒体、100CP 以下ぐらいのものが無難じゃないかなと思います。で、材料の粘度断性率が、まあその一桁、二桁上にある、そのぐらいが、まあ、いいバランスじゃないかな、というふうに考えております。はい。他にもちょっとご質問いただいてるんですけども、時間、ちょっとオーバーしちゃってるっていうのがあるので、ここら辺で区切らせていただきたいな、というふうに思います。で、10分後から、次の講義入らせていただきます。では、最初の講義、レオロジーの講義、以上で締めさせていただきます。ご清聴いただき、どうもありがとうございました。高野さん、ありがとうございました。残りの質問に関しましては、後日メールにて回答させていただきます。それでは、第2部の開始時刻の、14時50分まで一旦休憩卒とさせていただきます。